はい、どうも皆さんこんにちは、サーディーの河野玄斗です。今回解説するのはこの非常に面白い図形問題。長方形 ABCD の中に直角三角形 PBC があり、この角度 X の大きさを求めようと。この問題算数オリンピックの問題なんで小学生が解く問題なんです。なので頭を柔らかくすれば小学生もパズルのように気持ちよく解けるんですけど、大人の人もなかなか解けない苦戦する非常に面白い問題なんですね。そしてこの問題の考え方は本当にいろんな問題に応用できるすごく重要なね考え方がギュッと詰まってるので、ぜひその考え方をマスターしてほしいなと思います。しかも今回は3通りのすっきりとした解法を紹介していきます。僕自身がこの問題をね初見で解いた時にどういう風にパズルに取り組んだのか、その思考プロセスも合わせて学んでもらえたら嬉しいなと思います。それでは早速やっていきましょう。まあ、このね長方形 ABCD の長さがそれぞれ縦1センチ横4センチと、でその中に直角三角形が入ってるわけですよね。でこの角度 X を求めたいっていうふうに考えるんですけど、初めから何すればいいんだろうっていうふうに止まってしまいますよね。ここで早速ね大事な考え方が出てくるんですけど、まずは解けるっていうことから逆算する。まあね、問題として与えられている以上この X っていうのは求められるわけなんですよ。まあ当たり前なんですけど、これからね何が言いたいかというと、まあ、長さから逆算して出てくる X っていうのは例えば27度みたいなことはありえないんですよね。まあ今までね学んできて長さから27度を出すってことはなかったと思うんですよ。ありえるものとすれば30度とか45度、60度、あるいはそのね半分だったり15度、 22.5度ね、あるいはまあ75度とか、こういうものはありえるわけですね。まあ、問題によっては、まあ、中学の範囲とかね高校の範囲だったら18度とかもありえなくはないんですけど、まあ大体この辺りに落ち着くだろうっていうことが予想つくわけですよ。そうすると、まあ、このね X 見てあげて、まあ30度45度あたりではないだろう、おそらく15度か 22.5度らへんだろうっていう見当をつけてあげる。これが非常に重要な考え方なんですね。これが分かると何をしたいかというと、この X の2倍を作ってあげたいんですね。15度だったり 22.5度っていうのを求めるのは難しいけど、その2倍の30度だったり45度っていうのは作りやすいじゃないですか。なので例えば三角形 PBC を PC を軸にこういうふうに折ってあげましょう。まあ、この三角形 PBC と PEC が全く同じ形ということですね。そうすると、まあ、この EC の長さが4センチで、ここの、ね、角度が X になるので、ここに無事 2X を作ることができましたと。でこの 2X がおそらく30度か45度になるんだろうっていう話ですよね。じゃあ次に何を考えるかというと、この1センチの生かし方、AB イコール1センチどういうふうに使おうっていうふうに考えた時、この 2X ね、この角度との、まあ、関連性を考えてあげると、まあ、このように E から BC に引いた垂線っていうのを考えていくとうまくいくんですね。っていうのもこの BP と PE の長さが当然等しいわけですよね、折りたたんでるから。そうすると、まあ、この三角形 APB と PE、まあ、このね点を F みたいに置いてあげると PEF が合同なので、まあ、ここの長さが1センチになると。で、まあ、当然ここが1センチなので、この垂線の長さがこのように2センチというふうに求めることができるわけですね。そうするとこの赤い直角三角形に着目してあげましょう。今斜辺が4センチ、ここの高さが2センチで、この 2X をね求めていきたいわけなんですけど、これ2対1の直角三角形ですよね。この2対1の直角三角形っていうのは正三角形の半分になってるわけですよ、ね、2対1っていうのをパターンと折りたたんであげると正三角形ができますよね。なのでここの角度っていうのは30度っていうのが分かる、60度の半分だから。よってこの 2x の部分の角度が30度ということが分かったので、 x はその半分の15度というふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。こんな感じでまず一つ目の解き方っていうのが、X は15度か 22.5度みたいな感じになるんだろうなって見当をつけてあげて、じゃあ 2X を作るにはどうしたらいいんだろう、折りたたんであげる、
からのこの1センチっていうものをうまく利用する方法ってないかな、 2x とこれつなげてあげる方法ってないかなって考えたら、この直角三角形にたどり着くというわけです。それでは早速2つ目の解き方に移るんですけど、まあ僕がね初見で解いた方法の前にちょっとまあ高校数学を使ってね三角関数を使った解き方を紹介します。まあ、三角関数をねまだ分かんない方は3つ目の解法まで飛ばしてもらって大丈夫です。まずこの4センチと1センチっていう長さの情報が与えられているので、これをうまく x を使って結びつけていきましょう。そうするとね意外と簡単で、この直角三角形 PBC に着目してあげると、この BP の長さっていうのが 4sinx というふうに求めることができますよね。 sin の形になってるから。であとは 4sinx と1に着目していくんだけど、ここの角度が x ということは、この角度が90度マイナス x というふうに求めることができるので、ここの角度が x ということが分かりますよね。 x。 そうすると三角形 ABP に着目してあげると 4sinx の cosx 倍が1ということが分かるわけですね。 4sinx cosx イコール1と。あとはこの方程式を解いてあげれば OK と。ここでsin2x っていうのが 2sinx cosx であることを利用してあげると、この左辺は 2sin2x イコール1っていう形になって、まあ、sin2x イコール2分の1より、まあ 2x が30度よって x が15度というふうに求めることができるわけです。まあ、こんな感じで三角関数ね学んだ方は、この4センチと1センチを x を使ってどういうふうに式立てることができるんだろうっていうふうに考えてあげると、まあそんなに工夫することなく、パズルとかはね解く必要なく求めることができるというわけです。では最後に3つ目の解法、まあ僕がね、一番最初にこの問題初見で解いた時に解いた方法なんですけど、僕の思考プロセスはこんな感じです。長方形があるんだな、でその中に直角三角形があるのか、じゃあこれすごく大事な考え方なんですけど、この点 P どういう点っていうふうに考えてあげるわけですよ。まあもちろんね長方形の AD 上にあって、各 BPC が90度になるような点とは説明できるんですけど、これを作図するっていうふうになった時にどういうふうに説明するかっていうことが大事になってくるんです。まあ、何言ってるか分かんないと思うんで、もう答え言っちゃうんですけど、これってこのように BC を直径とする円を書いた、このね円弧と AD の交点なんですね。まあ、このね点 P っていうものを書いてあげるっていうふうに考えた時に、まず長方形 ABCD を書くじゃないですか。で各 BPC が90度となるような点の集合ってどこにあるかというと、この半円上なんですね。まあ、例えばこのようにここに点 P があったとしても、各 BPC は90度になります。まあ、今回はね AD 上にある各 BPC が90度にある点なので、まあ AD とこの円弧の交点になるということが分かるわけですね。こんな感じで点 P って何者っていうことを考えてあげると、このような補助線が引けて、あとはトントン拍子です。直角三角形 BPC の性質にね着目してあげると、この円の中心っていうのが BC の中点に来て、このように PO でね線を結んであげると、 BO も PO も CO も全て円の半径に等しくなります。でさらにここがね三角形 POC が二等辺三角形になるので、この角 X がこっちにもね移りますよっていうことが分かって、あとはこのようにね垂線を引いてあげると、この直角三角形に着目してあげれば、この三角形の高さは1センチ、当然ね動かしてきただけで、 PO の長さっていうのは、まあ、4センチの半分でね、円の半径だから2センチと。はい、ここで2対1の直角三角形を見つけたので、正三角形の半分だ、この角度が30度ということが分かって、あとはまあこのね三角形 POC の外角に着目してあげると、まあ、この30度っていうのは x+x の 2x に等しいわけだから x イコール15度ということが求められるわけです。よろしいですかね。なのでこんな感じで、僕が最初にねこの問題解いた時は、点 P ってどういう点だっけ、直角っていうものが維持されるわけだから、この BC を直径とする円を書いてあげた時に AD と交点となる部分なんだ、
っていうことがまずね出発点としてあって、そこからこういうふうに1センチと4センチっていうのをうまく使ってあげると X の角度が求められるというわけです。まあ、今回ね3通りの方法でこの問題を解説したんですけど、ものすごく、パズルみたいに面白くて、そして学びがね多い1問だったんじゃないかなと思います。まあ、今後もこういった面白い問題たくさん扱っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。